はい、マスターやっこ。あ、私枝豆。あいよ。深夜食堂が再びあなたを満たします。こちらのマスター、食べたいものがあれば何でも作ってくれますから。いいわよ、蕎麦屋がうどん食っちゃいけない法律なんてないんだから。人間って悲しい時でもお腹は空くのよね。二人でどっか行っちゃおう。沙織幸せにするからさ。自分の力なんて限りがある。だから人に頼る。それでいいんじゃないかな。君が姉は強いて言うなら忘れられんち病気です。あ、美味しかです。マスターさんがおるけん、こん店にみんな集まってくるとやね。私がマスターによくしてもらったように、いつか誰かが困っていた時同じことしてあげられたらなって。君が吐いた。ありがとうね。食べたいものがあったら何でも言ってよ。続深夜食堂。